キー・オーニー・コール・ケラは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。発音指示によると、キー・オーニーが、より近い。テキサス・レンジャーズ時代2012年の、MLB ドラフト12巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・レンジャーズで、プロデビュー。 9試合に登板して0勝1敗、防御率1.59,15奪三振を記録した。2013年は、ルーキー級アリゾナリーグレンジャーズ、A-9、スポケーン・インディアンス、A 級、ヒッコリー・クローダッジでプレイし、3球団合計で27試合に登板して5勝4敗、3セーブ、防御率3.46、52奪三振を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2014年は、A 級マートルビーチペリカンズと AA 級フリスコ、ラフライダーズでプレイし、2球団合計で44試合に登板して2勝2敗、10セーブ、防御率2.02、68奪三振を記録した。2015年は、スプリングトレーニング時は、招待選手だったが、開幕は、 メジャーの25人枠で迎えた。開幕2戦目の4月7日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビューし1回を無失点に抑えホールドを記録した。5月2日の同カードでメジャー初勝利を挙げた。6月18日のロサンゼルスドジャース戦では痛恨のサヨナラボークを犯した。ルーキーながらリリーフ陣の中心的存在として大車輪の活躍を見せ、 68試合の登板で防御率2.39、7勝5敗と勝ち越した。また、投球イニングを超える脱三進率10.1という素晴らしい成績だった。なお、68試合はチーム2位の登板試合数だった。2016年は35試合にリリーフ登板したが、防御率6.09、ホイップ1.38と投球内容はかんばしくなかった。 ただカチに恵まれ、5勝1敗を挙げた。また、三振脱出能力に磨きがかかり、脱三振率は11.9まで上昇した。2017年オフには、中国の MLB ディベロップメントセンターを訪問した。2018年7月31日に、テイラー・ハーン及び後日発表選手とのトレードで、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。2019年7月30日の、 シ,ンシナティレッツ戦で7回にデレクディートリックに対して頭部を狙った危険球を投じ、その後9回にレッツの選手に向かってヤジを飛ばしたことからアミール・ギャレットが激行し、殴りかかったことから乱闘に発展し、退場処分を受けた。8月1日に MLB より10試合の出場停止と罰金の処分を受けた。2020年オフの10月28日に FA となった。 2021年2月18日にサンディエゴパドレスと単年契約を結んだ。シーズンでは開幕から12試合に登板していたが、5月19日に右肘のトミー・ジョン手術を受けることが報じられ、残りシーズンを全休する見込みとなった。ありがとうございます。